よろしいですかね。え？合ってるかあ、いな。や、もう今から始めるところですね。はい。ちょっとね、今、バタつきましたけど、いつものシンデレラが ちょっと今日参加してるってことで。はい。じゃあ、ちょっと改めましてよろしくお願いいたしまよろす、しエくおド願いさん。しまはい。す。画面の向こうではですね、多分今3万人ぐらいのユーザーが 見ていると思うんですけれどはい。も、まず皆さん、今日ちょっと新しい試みの一つで、このツイッターになりますけども、ハッシュタグ、教えてフュージョン360というですね、ハッシュタグをつけて、ツイッターに投稿していただくと、そちらでも見てますよということと、あと、このセミナーね、参加された方は、チャットの方でもですね、質問を受け付けてますけれども、どちらでも構いません。で、後半に、質問コーナーをちょっと設けまして、もちろんこの書籍について、皆さん実際にこう試されてやられていく中で、ここがちょっと難しかったですっていうところをちょっとね、見られますので、いくつかピックアップしてお届けできればなと思っております。はい。じゃあ、早速、さ、自己紹介の方を、はい。このスライドを通して、行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。遠藤義一と申します。このように猿渡りと書いて、遠藤と読みます。はい。おじいさんの話ですと、昔々は忍者だったそうで、しかもでも猿飛びじゃない、服部半蔵の方らしいんですけそど。こ、謎ですよちょっとね。マニアックですけど。大体こうやって紹介するとですね、皆さん覚えていただけそうですね。ます。はい。遠藤義一と申します。はい。は大体フルネームで、猿渡義一さんと。一は一羽の一なんですけど、大体みんな患者横一の一で。はい。何一つ合ってないパターンではすね。い。はい。はい。で、もともとのバックグラウンドはどういう感じですか？ですね。つい3年前までですね、日産自動車の方で、車のデザインを24年間してました。はい。その前はですね、プロダクトのデザインを、1年半ぐらいですかね、やってですね、その後、車のデザインがやりたくてですね、当時、自動車、カーデザイン学部の専門学校っていうのが、バブルの終わり頃ですかね、バブル頃ですね、できてて、で、そこに、2年間行ってから、そこから日産自動車ですって。はい。で、3年前に退職してですね、今、勤務してます株式会社日南っていうところで、今、はい。クリエイティブスタジオというところで、勤務しております。そちらでもメインは自動車がそうでビすジネスね。としては多いことですはい。ね。なるほど、わかりましはい。はい。た。じゃあちょっと次のスライドにそうです行きたいとね。思います。ちょっと、はい。こっちに。はい、これは、これは在この。職中の、はい。こんな感じですね。こんなようなのやってました。はい。マもうジ。このアーチはもう絶対皆さん見たことある。そうですね。これは。もうね、避けては通れない街ですね、これね。はい。とかですうね。んうんうんうん。この辺はちょっと日本では売ってない車種だったりすあ、るんでそうすなけんでど。すね。はい。こんな感じですね。あとはこれはコンセプトカーですね。はい。オートショーとかの。そうですね。これは、ジュネーブ賞に出した、インフィニティのエセリアっていうコンセプトなんですけども、このプロトタイプですね。プロトタイプを制作しているのが今、所属している株式会社日南っていうところで、プロトタイプを制作しています。なるほはい。ど。さっきのマーチの青いやつもですね、日南の方であ、作そうられてなんでますす。はね。あ、もうじゃあ、随分その西田さんとはもう付き合いは長かったんでい。長いすですね、もう15年以上。はい。ね。うん、かっこいい。これをニューヨーク賞に出した、インフィニティの電気自動車ですね。あ、これ電気も、自動車なんではすい。ね。日南の方で作ってまうん。すね。はい。で、今いる日南ですね。はい。メインの業務はですね、プロトタイプを制作する、会社です。はい。プロダクトとかですね、自動車とか、ロボティックスとかですね、いろいろな製品の、アップストリームですね、最初の形が決まって量産の手前までいろんなモックアップを作るんですけども、
そういった、プロトタイプを制作している会社になります。はい。で、今はですね、まあ、プロトタイプだけではなくて、デザインから、お仕事をいただいて、デザインやって、それからクレーモデルやって、その前に、まあ、デジタルモデルになりますけど、それから CG ですね。じゃあ、僕はこのフュージョンの専用のコンピューターマウスを作りたいですとか、こう全部ほぼ丸投げすると、デザインから、そうですね、試作から全部上がってくると。はいはい、なるほど。最近はあの企画からいただいて、まあ、コンセプト考えて、デザインして、モックアップやって、っていう試作までですね、一社であの一気通貫した、開発総合支援ができる会社です。はい。なるほど、なるほど。でですね、今、これだけ国内に拠点がありますけど、本社は、あの、神奈川県の海老名ですね。ここですね。はい。で、あとは九州ですね。宮崎に、はい、2拠点ありまして、あとは東海スタジオとトヨタの方にあります。あと、富山ですね。あとは府中の方にもあります。なるほど。これだけ今、あの、日南グループとして、はい。はい、今650名ってなってますけども、約今800名弱ぐらいの随分増えてますね、規模で、はい、はい、増えてます。はい、なるほど。で、簡単にちょっと、あれ、オートデスクって入ってますよ。入ってましたね。入ってましたね。オートデスクの頼みに書いた絵を作りましたね。こんなような感じで、全体のあの、業務内容ですね、CG もやってますし、オートもやられてますね。はい、これ原発に入って、あの、収めてます。ロボットですね。建築とかですね。はい。まあ、こういうロボテックスの機構設計からこれは。機構設計。はい。社内で。そうですね。機構設計、それから、パーツ製作、アッセンブリーですね。こういう電気の。はい。とか、UI。UI、ユーザー、インタラクションデザイン。インタラクションデザインですね。最近、まあ昔はあの、ガラケーですね。ガラケーはこうボタンがいっぱいあって、ね、はい、試作の会社にとってはすごく良かったんですけど、まあスマホになっちゃったじゃないですか。そうすると、ボタンがないじゃないですか。ないですね。ないですね。はい、そうするとその分、あの、モデルの代金も下がるので、ね。そうですね。ただその、画面の中のコンテンツなんかも。なるほど。ソフトの方ですね。そうですね。はい。まあそういったモックアップですね。右の何ですかこれ？これなんか獅子みたいなやつですね。右のやつはあの粉体造形という。粉体なんですね。はい、左側が光造形ですね。光造形。これでもこれちょっとちょうどいいかもしれませんよ、これ。ありますね、なんかね。これありますね、これね。ちょっと出しちゃいましょうかね、これね。これ、今、この画面に表示されているのが、どうやって見せたらいいんだろう。こうやって見せたらいいのかな？見えますね。これですね。これですね、大きいですね。これはもともとどういう、これオートデスクのあれでしたっけ？そうですね。コンテンツとして作られた車ですよね。2年、3年ぐらい前でしたっけ？ 3年ぐらい前ですかね。これ全部ボディスカルプトで。スカルプトですね。はこれあのスピードフォームっていう、まあ、同じ T スプラインの技術を使って、自動車デザイン用にこう特化したカスタマイズのソフトウェアになりますね。見てください、皆さん。これ、インテリアまでできてるんですね。これね。そう、これ、造形時間どれぐらいなんでしたっけ？これは30時間弱ぐらいですね。30時間弱。だいぶかかりますね。結構細かいピッチで作ってますね。すごい。はい、出したなりですか、この。出したなりですね。へぇ、これはすごいですね、皆さんね。ちょっと画面で伝わるとよろしいんですけれども。まあ、これはちょっとなんかこう、憧れちゃいますね、これね。はい。ちょっと後でまたじっくり、30分ぐらい。はい。で、ちっちゃいまあスケールモデルで形を確認した後は、こういった、これ、門型の、あの、切削機になりますけど、トラックとかですね。ここにある自動車はスケールではなくて、これ1分の1。1分の1の自動車。実物大なんで、どれだけ大きい機械かっていうのは分かると思うんですけど。ちょっとうちには入らなそうな機械ですね。入らないですね。はぁ、すごいですね。あと左側はあのホイールを切削して、はい。右側のは五軸。
そうですね、これ多分なんか自動車のインテリアのトリムかなんかを削ってるんだと思いますけど、はい、もう門型欲しいですね。門型ですね。門型、はい、とかですね、あとはまあ、金型ですね。金型、これ試作金型になるんですけど、うん、まあ、金型、あとは射出成形、うん、はい、までいってますね。うん、あとはこういった塗装ですね。アルマイトから、はい、こういうサンプルもいっぱいあります。うん、シルク印刷とかですね、アルマイトですね。うん、あの表面処理は内製で全てできる設備を整えています。すごい、もうここに行けば作れないものはないです ね、 まあクレーモデルとかですね、あとこういった革の縫製とかシートとかですね、はい、この右側はあの自社のオリジナルの時計なんですけど、創業45周年を記念して作られた時計ですね。これも社内で全部作っちゃう。そうですね。そうなんですね。この試作はそうですね。はい、実際のものはあの成功さんの方で。ああ、成功さんね。すごいな。はい、この辺のロボットですね。ロボットですね。原発に乗ってるロボットかな。はい、で、こういった感じで、うん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 、まあ、デザインのまあ、デザインの前段階ですね、こういったフュージョン360とかスピードフォームとか、いろんなソフトウェアでですね、ありとあらゆるのやつをまあ使い倒して、で、まあ、こう適材適所で使っていくような形で、そういったソフトウェアもある程度なんですかね、いろいろ調査をして、はい、でその新しいソフトウェアに合ったデザインプロセスを作って、そこからまあデザインを始めてとかですね、はい、そのデザインプロセスをまあトレーニングとかですね、メーカーさんのトレーニングとかですね、はい、コンシューマーのトレーニングなんかも、そういったこともトレーニングもやってますね。なんで、デザインからずっと金型までですね、金型、すべてっていうような会社になってます。はい、じゃあちょっと早速ですけれどもね、今回皆様ご存知の通りね、こちらのよいしょ書籍が、おめでとうございます。ありがとうございます。言い方でいいと思うんですけど、これあれですよね、一番最初にお話しあったの去年の秋。いや秋ですね。もうちょうど1年ぐらい前ですよね、うん、ちょっとご相談を私ちょこっと受けまして、ちょっと本を書ける人をってことで、こうカクカクしかじかで、いやそうやったらもう小野さんしかいないでしょっていう話でちょっとお話があったんですけど、ぶっちゃけどうでしたか、こう本を書くっていう。いや大変でしたね。大変、うん、大変、大変、大変でしたね。何が一番 この書籍で大変でした、こうあのやっぱり本にするっていう、スカルプトっていうのはすごい感覚的な、うん、ソフトウェアなんで、うん、それを書面で、うんうん、活字で説明するっていうのがですねすごく大変で、うん、その辺はですね編集をやっていただいた桟橋の木山さんがですね、うん、まあ、いろいろサポートしていただいて、うん、実際に編集している木山さんはですね、僕が書いた原稿を実際に作れるかどうかっていうのを全部ご自分でモデリングされているのでなるほどなるほど、はい、でそこでまず1個フィルターがかかってですね、うん、ここはちょっとなんか分かりづらいとかですね、ああなるほど、はい、ちょっと右に引っ張ってって言ってもね、それだけ言うとこう人によってこれぐらい引っ張る人もいれば、これだけしか引っ張らない人もいれば、そうなんですよね、こう感覚的なものを、はい、でも数値でやっちゃうとちょっとねツールのその感覚的な部分が失われちゃいますもんね。そうなんですよ、10ミリ入れてとか、うん、なんで最初は、うん、まあ、これモデリングのワークフローを、はい、スクリーンショット撮ってそこにコメントを書いていくんですけど、だいたい
最初図のように図のようになっちゃうんですけど図のどこを説明してるのかとかですねなるほどなるほど、図のようにやってくれる、図のようにこう動かしてくださいっていう、うんうんうん、伝わらないので、それはあるかもしれませんね。まずそこが一番難しいところとですね、うんうん、最初お話しいただいた時は中級者向けっていうことで、うんうんうん、書き始めたんですけども、でもやっぱりスカルプトってなかなかネット見ても、うん、なかなか情報が少ないじゃないですか。そうですね。なんでやっぱりどん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 こう分かりやすくしていくと、うん、もう最初からちゃんとフォローしないとダメなんじゃないかっていうことで、うん、なるほど、はい、じゃあこれ初めての人も読んだらやっぱ大体入っていける、理解できちゃうようになってるってことですよね。はい、はい、で初めての人のためにまあビデオがですね、うん、4本5本かな、はい、ついてますので、うんうんうん、書籍のですね最初のページ、ね、最初のページですね、はい、ここですね、こちらですね、ここをぜひ見てほしいと、はい、ね、これ本買ってパラパラってめくっただけの方は、ね、これ見逃しちゃうかもしれない、ね、これはダウンロードデータと動画とデータが落とせるんでしたっけ。これですね、フォルダーが1個ありますので、はいはい、それをまずダウンロードしていただいて、はい、回答用のパスワードが書籍に書いてありますので、はい、で回答していただくと、まずビデオがついています、はい、ユーザーインターフェースを説明しているビデオとですね、はいはい、あと各ツールですね、はい、どういう動きをしてどういう時に使うかっていうツールの説明をしているビデオとですね、あとは入門編の、まあ、コーヒーカップと、うん、椅子とテーブルを作るっていう3個、うんうんうん、演習のビデオがついてますので、うんうん、はい、それでまずスカルプトを学んでいただいて、そうですね、と、はい、であと、まあ、このチャプターに出ている、バイクまでですね、はい、全部 3D データをダウンロードできるようになってますので、はい、あとはギャラリーっていうことでレンダリングした自動車とかですね、他にも、レンダリングの PDF がありますので、ね、はい、すごい、これ半分以上バイクですね。そうですね、はい、すごい、私結構コップを、やられて、うん、ツイッターにこちら のウイスキーグラスですけれども、はい、これをやられて結構ツイッターに皆さん上げられてるのを見たんですけど、うん、はい、バイクはやっぱりちょっと難しさがググッとこう、そうですね、上がるようでして、はい、うん、ただ意識されたことってあるんですか、なんかこうだんだんこうレベルが難しくなってくって、こう一概にこうこれをすればっていうのも僕感覚的に分かんないんですけど、うんうん、なんかこうグラスウェアだったらなんとなくね、こういう手順でとかあるけど、うん、難しいっていうのはどこにあるかが僕スカルプトでいまいちつかめてない部分もあるんですけど、うん、どういうことを意識されてバイクを、そうですね、選ばれた、なぜバイクを選ばれたっていうと、スカルプトって割とこうグニャグニャした形というか、はい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 、有機的な形しか作れないんじゃないかっていう、うん、まあ、そういったイメージを持たれる方も結構多いんですね、うん、なんでちょっとメカニカルな部分もちょっと入れてみようかなということで、うんうん、でまあ、タンクとかはですね、スカルプト特有のちょっとこう、うん、有機的な形にして、うん、まあ、ホイールとかモーターの部分ですね、うん、その辺はちょっとこうメカニカルな感じにして、ディテールはちょっとスカルプトから一回ソリッドに出て、うん、ソリッドでうまくこうディテールを作り込むような、うんうんうん、はい、それのフュージョンですね、ハイブリッドにしようということですね、はい、こう周りのそのお友達という言い方でいいか分かんないですけど周りの方からこう見たよとかなんかコメントいただきましたね。そうですね。やっぱり Facebook とかで、まあ、普段お付き合いしている方とかですね、うんうん、もう書籍が届いて、うん、最速は3日目にそうね、制覇した、うんうん、小上さんっていう方がいらっしゃるんですけど、もう驚くべき速さ、はい。
むちゃくちゃですね。でやっぱりこう、まあ、自動車とかデザインしてて、うん、自分がデザインしたものが街中に走っているのを見るとそれはこう感無量なんですけども、うん、そうですよね。この書籍はまた何ですかね、こう自分の今までこうやってきたワークフローというか、うんうんうん、まあ、そういう築き上げてきたものを、うん、まあ、できるだけ多くの人にシェア したいっていうのがあったので、まあ、それにこう反応していただいて、うん、あのね、あのモデリングしてもらってるっていうのはすごいこう感無量というか、また別の形の、そうですね、これはちょっと書いてみて初めて思ったんですけど、ああなるほど、今までにないあの喜びを味わってますね。いや、もうこのスカルプトの本を出すってもう相当だなと思って、まあ結構ね覚悟してたんですけどね、できないよとかっていうのはねまあ半分ぐらいあるかなと思ったんですけど、そうですよね、うん、僕もちょろちょろっとこう、まあ今日もね、あの質問をいくつかいただいてるんで、はい、後ほどちょっとご紹介はしたいと思うんですけれども、でもなんか部分部分でやっぱりこう本当バラバラなのが面白いなと思って、うん、うん、いや、ここの部分がちょっとよくうまくいきませんでしたっていうのがやっぱりいくつかありましてですね、うん、どんなのがあります？ちょっといきなり言っちゃいます。ですね、まずこのツイッターにまず質問をいただいている、ところからなんですけれども、これなんか一個ね、面白いのがあったんですよね。スカルプトモードの穴の塗りつぶしの中の塗りつぶしモードで3種類ありますけれども、違いがいまいちわかりませんので、エッジの形状が違う以外で詳しい説明をお聞きしたいですと。特にスカルプトアドバンスの書籍のホイールの部分でどう違うんだろうと疑問ですと。なるほど。これはちょっと私読んだだけではちょっといまいちよくわからないんですけれども、あの、多分、江野さんはビシッと。わかりました。はい。この穴の塗りつぶしっていうのは結構便利なツールでして、はい、例えばですね、こんな感じで、例えばここに、穴が開いてます。開いてますね。はい、穴開いてますね。はい。で、これを、まあ、例えば、まあ、パッチですね。パッチ、はいはいはい。ソリッドでいうパッチみたいな機能なんですけども、まあ、ワンクリックで穴を埋めるという、うん、修正のですね、ここにいますね。うん。で、穴の塗りつぶしを選んで、まあ、どっかエッジをクリックすると、おぉ、はい。こうなります。で、ご質問はですね、この、塗りつぶしモードっていうのがあると思うんですけど、これ3つあります。はい。例えばですね、一番皆さんが、陥るところですね。陥る？あの、はまるところですね。はまるところはですね、例えばですね、あの、コーヒーカップでもありますけど、うん、こういうふうに、円柱がありますと、はい、で例えばこの円柱の底面を塗りつぶしで埋めてみます、うん、で触るとこういう形で埋まります、うん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 、で今、そこを見ていただくとエッジのつながり方がこういう方向につながってますね、流れてますね、はい、提言した人、これよく意味わからないんですけど、これはちょっと藤村さんまたなんで。これスカル、あのスピードホームで別の名前でしたっけ？いや、日本語だとわかんない。そういうことか。あの、スカルプトっていうのは、テンションがこう、なんですかね、引っ張り合って、うん、R ができているので、例えばですね、このスターを塗りつぶしっていうのにすると、うん、こういうふうに、なんですかね、中心に対して均等に引っ張られてますね。はい。これはですね、こっち方向に引っ張られているので、うん、形がちょっと歪んでるの分かりますかね。この R が大きくてですね、はい、この R がこうちっちゃい、はい。ちょっと歪んでますね。はい、歪んでますね。はい、なんで、この2つですね、
下の2つはこういう円柱を埋めるとか、そういう時に使うコマンドになります。これ低減したスターってこれスターポイントを低減するってことじゃないですか。そうかもしれないですね。ね。はい。うん。これスターポイントに。多分2個しかない。2個しかないので、スターポイントっていうのはですね、こういうふうにこう、T スプラインじゃないですね。こう 3辺または5辺以上 の、はいはい、あの辺が集まっているこう3とか人手みたいな感じですかね。こういう感じの点のところのことをスターポイントって言うんですけど、はい、でこういう感じになりますと。でもう一個ですね、折りたたむってなるとこの0まで貫通します。なるほど。この辺があの違うんですね。例えばこういう形でですね、フォームを終了していますね。お、そうすると、こういうふうに割れるんですね。そうすると、こういうふうに割れてくれます。うん、どうしてもやっぱり、この状態だと、こういう戻ってみましょうか。この状態だとですね、ここにエッジが入ってないですよね。入ってないですね。そうすると、まあ、結構エラーが出やすい。はい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 、はい、でエラーが出やすいのはですね、なんでかっていうとですね、ここがすごく長くてですね、うん、真ん中にこう引っ張られるので、うんうん、ここがちょっとぐしゃぐしゃっていう。キュッと寄っちゃうんですね。寄っちゃうんですね。でこのエラーがを、なくすためにはナーバスに変換するとこういうふうに割りますね。自動的に。自動的に四角形にしてるってことですね。そうですね。形はピザっぽいですけど。で、最初の、これ一回ちょっと捨ててみてですね。この、折りたたむ。これでやると、きれいにこういうふうに。最初から割れてますね。入ってくれますね。で、ここのアールもこう、きれいな。なんか一番これがしっくり。来そうな感じはしますけど、ただですねこれも気をつけていただきたいのは、うん、今この分割数がこれなんと8ですね。8なんでこれが例えば細かいホイールとか作っていくとですね、うん、どん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 割ってくると増えますね。増えます、はい、増えるとですねこれまたあんまりよろしくない。ちょっとやってみますね、はい、それはやったことないな。これ結構あのエラーがすごい出やすいところですね。それ悪いところじゃないですかね。これ例えば40とかにしますね、はい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 、あんまりこんな40とかに しないと思うんですけど、うん、40にして、うん、これで折りたたむ、うんうん、こうやります。めちゃくちゃですね、はい。そうすると、これ一番良くないパターンなんですけど、うん、三角で、はい、この辺とこの辺の比率がですね、うん、すごい長いですね、ここ。長いですね。長いのはですね、すごいこう中心に押しやる力がすごく強くなっちゃって、ここがもうぐじょぐじょにこう、はエラーが、出やすいんですね。ここまだ綺麗に変換してくれてますけど。あ、よかったです。はい、エラーできない、エラーが出てできない場合もあります。そうなんですね。はい、で、こういうのを避けるために、大体ですね、どうやって貼るかっていうとですね、うん、こういった場合はですね、ビデオにでもあると思うんですけど、一回ここからですねオルトをしながらこういうふうにちょっとはい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 何個か割ってあげます。ああなるほど。ほんでですね、うん、この縦のエッジとこっちのエッジですね、うんうん、この差をできるだけ少なくしといてあげて、まあ、例えばここはまあ一周しない方がいいのでこいつを使ってあげるとかする、うん、これで、うん、はい、はい、こんな感じですね。はい、
で、このエッジを入れないと、どうなるかっていうとですね、例えばこの状態で、これを使うとですね、すごい引っ張られて、ここ引っ張られてるの分かります？わあ、めっちゃシワ寄ってますね。はい、なんでシワ寄ってるかっていうとですね、こんだけでっかいスパンになっちゃってるので、引っ張られてそうなっちゃうね、はい、なんでここはですね、一回こうちょっとでいいんで、このぐらいにしといてあげると、この引っ張られてるところが、その影響がまあこの辺で終わるので、終わってる途中でさっきのやつをやると、この辺がボコボコになっちゃう。なるほど。ちょっと、これは気づかないですね。寄せといてから、ここに引っ張るとですね、ここがこう、なくなりますと。まあ、こういう特性があるので、なかなかそこまで説明しているのは、いや、ないですね。ないと思いますね。はい。そんな使い方になりますね。これは知っておくと、いいですね。あとはさっきの、まあ、一番、最初のやつですね。こういった感じで。で、こうなりますよね。なっちゃいますね。はい。こうなったらですね、一回簡単に穴を埋めといてですね、この場合はですね、まあ、いろんなやり方あるんですけど、挿入点でですね、で、エッジを入れ直してあげます。で、いらないやつを捨てます。そうすると、元に戻る。ブラボー。先にこっち消してから。そうですね。先に、正しいエッジを入れて、後にいらないやつを捨てる。先にいらないのは捨てない。なんかその方が分かりやすそうなね、感じがするから、先にこっちいらないやって捨てちゃうと、形が崩れちゃうんですね。はい。ポイントはこのブロックの形を変えないで、分割だけ変えてあげるっていうのが、いやポイントですね。やっぱり N さんのモデリング見てると、結構こう景気よく捨ててるっていう。捨てます。印象がすごい強いんですけど。ガンガン捨てますね。ガンガン捨てる。やっぱその作り直すよりは捨てた方が早い。早いです。全然早いですね。なるほど、なるほど。じゃあちょっとこの質問はすごくいい質問だったということで、じゃあ次に行きましょうか。著作の至るところで参見できますが、例えばページ285、ページ300、タンクのスカルプト。この段階でタイヤ、フレーム、フェンダーはチュートリアル通りに進めるとすでにナーブス変換されておりますが、写真ではナーブス済みのモデルの表示をオンオフされているように見受けられますと。285からのモデルなんで、こうやっていくと、ここに表示されてるんですけど、モデルが。287の右下ではこのモデルが消えておりました。あ、はいはい、これはどのようにされてるんでしょうかと。これはですね、これ全部くっつけちゃってるから、くっつけてないやつですね。例えば。これは、その途中段階、途中段階でどんどんセーブしてっているんですね。そうですね。まあ、これ本書く、都合上、割とこまめに。別名で保存してます。スカウトの中だけだと履歴が残んないから。そうですね。あ、これちょっとやばいのが、今ちょっと、オフロードバージョン作ろうかなと思って。めっちゃ言っちゃってますよ。見えちゃいましたね。あ、見えちゃいましたね。あ、皆さんちょっとね、内緒ということでお願いします。例えばですね、今言われてる、多分、この表示のオンオフだと思うんですけど、例えば、まあ、このタイヤですね。タイヤを表示にしたいっていうときは、タイヤを触るとですね、ブラウザーのこの、なんですかね、タブの下にブルーの斜めの線がジジジジッと入るんですけど、はい、入りますね、で、こいつがこのタイヤですよっていうことを示しているので、その
左にある電球ですね。電球をあのオフにしてあげると、ここに表示、うん、表示が消えますので。こちらの方は、履歴があるモードでモデリングしてるので、一、うんうん、回、その途中でスカルプと始めてしまうと、こっち消えちゃうと。消えちゃうじゃないですか。なるほど。はいはい、で、エナさんは、履歴を引きっているので、うん、スカルプとモデリング中でも、自由自在に出し入れができるってことなんですね、これ。そうですね。なるほど、はい。その辺はね、いろいろ作り方があるんですけど、うん、例えばもう、これ、タイヤとかオイルはもう、完全にデザインはこれでもフィックスしちゃってるので。そうですね。この時点で一回ナバスにしちゃってます。で、コンポーネントでもいいですし、ソリッドで一回、はい、しちゃってる場合もありますし。なるほど。一回吐き出しておいて、で、タンクだけまた新たに作ってる。それちょっとなんか新しいモデリングですよね、さん。多分。そうですか。普通履歴がある方を好むんですけど、うん、スカルプトって正直その単体でのスカルプトしか残らないですから、そう、まあ、スカルプトをソリッドで削ったり変形したりする分には確かにあると便利は便利なんですけど、一番最初のスカルプトデータ作るときって別に履歴って必要ないって、そうですね。言ってみれば、うん、ある意味そのわざと切っちゃって、リンクで読み込んどいてタイヤとかは。で、自由自在にオンオフできるようにしておくと。結局、ゴーストを、まあ、最初にちょっと聞かれたのは、はいはいはい、ゴーストを自由自在にオンオフ、オンオフ、リアルタイムでできればいいのにっていうので、多分できないんですよって話をしてたら、ね、はい、いや、この本でやってますよっていう話なんですけど、ゴーストではないんですね。ゴーストじゃないですね。なるほど。これはしっくりいきました。それは、ずっと、まあ、このフュージョンの前のスピードフォームっていうやつを、うん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 、かなり昔から使ってたので、うん、もうゴーストがすごく嫌で、うん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 、自然とそういうなるほど、ね、ワークフローになってしまったんですよ。なるほど。私もゴースト切ってますけどね。はい、あれ僕デフォルトではオフでいいと思うんですよね。うん、そうですね。なんで、はい。なるほど。これはちょっと、あれ盲点でしたね、私も。ちょっとそうですね。なるほど。多分ご納得いただけたかと思いますけれども。うん、そうそう、じゃあ続いての質問ですけども、スカルプトアドバイス、ページ329についての質問です、うん。はい。ツールバー対象ミラー複製を Z 軸で実行すると、同位置に重なって生成され、以後のエッジを結合できません。また、重なった部分に対象クリアを実行しても解消できなくなりましたと。329ページ。うん、このフレームの部分を対象でミラー複製するんですよね。うん、でそれを Z 軸で行ったら、同位置に重なったとおっしゃってますけれども。Z 軸でやると。Z 軸でやることになってるんですかね、これは。間違えてるかな？もしかして。でも3日でできちゃった人いましたからね。Z 軸って書いてある？ Z 軸って書いてあります？ミラー複製しか書いてないね。多分左右のこの作業平面で普通は行えますよね。そうですね。これですよね、普通ね。うん、ですね。じゃあちょっとやってみましょうか。これ消して。これかな？そうですね。それのこのフレームの部分だけですね。フレームの部分だけ。まあ半分消してでもいいんですけど。じゃあ半分消してですね、一回対象をクリアにしといて、はい、ここからですよね。ここですね。うん、はい、これをミラー複製する、複製選びますね。で T スプライム、例えばですね、この対象面ですね、まず先にこっちの対象面を選んどいてあげるとですね、うん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 、Z 面は、どの設定にしてるかにもよるんですけど、あ、なるほど、はい、多分、
設定がですね、ここに、ここですね、基本設定のですね、これですね、うん、規定モデリング方向っていうのがあるんですけど、これ、エイリアスとかフュージョンとかインベータとかソリッドとかにもよるんですけど、まあ、通常僕らが使ってるのはエイリアスとかですね、うん、スピードフォームとかって Z アップなんで、Z アップですね、はい。Z を上に今選んでますね。そうなんですよ。これフュージョン Y アップなんで、今、フュージョン私のパソコンでログインしてるから Y アップになってるんですね、これ多分。そうだ。ね。Y アップなんだよね。はい。でもエリアスになって Z アップ。一回再起動が多分必要なんで。そうなんですね。多分私はフュージョンのデフォルトの環境でやってるのがやってるんですけど、N さん Z でやってるの で、 そうです、ね、その縦軸の側面っていうと、Z になるわけですよね。そうですね。なるほど。はい、なんで、多分その辺が、そうだそうだ。XYZ で言うと変わるんですけども、この、作業平面ですね。作業平面でやっていただけると、まあ、こういう方向なんで、シンメトリーにする作業平面を触っていただいて、うん、ディスプラインボディを触っていただければ、うん、反転ができますので。なるほど。その辺ですね。その辺もちょっと、ね。ちなみにこれ、対象面バッテンを押していただいて、こっちの面を押していただくとどうなりますか？この面。この面やって、こうなりますね。あ、こうなっちゃう。ここが、軸になっているので、こういう、そうですよね。ことになりますね。ちょっとこの質問をいただいた方はですね、ちょっと今もう一度この挙動を見ていただいて、一応こう真ん中の、原点から見て、ゼロのところの半分に作っていれば、原点の、まあ、作業平面をミラーしてあげることで、でね、もし間違っている面を選択していても、さっきのような挙動になりますよと。はい、ひょっとしたらお客様が作り始めている位置がここの真ん中ではなくて少しずれているのかもしれないということですよね。場合によってまたどっかで移動しちゃったか、同じ位置になるって言ってもね。そうですね、同じ位置になるって言ってましたからね。 Z とこれ G とか選択できないですもんね、だってね、うん、うん、だと下が行っちゃいますしね、うん、うん、ちょっと見てみてください。はい。はい。ちょっと次の質問に行きましょう。はい、ポリゴンモデリングでは、面を四角形にしないといけないと聞きますが、うん、遠藤さんは四角形にすることは結構こだわられてますか？ですね。こだわってますね。こだわってる。はい。で、なんでかっていうとですね、例えばですね、まあ、バイクのタンクのとこでもやってるんですけど。うん、同じ中でいいですか？あ、じゃあこういう場合、タンクでもいいかな。例えばですね。はい。タンクを見てもらうとわかるんですけど。こういう。はいはい。ここ三角形。三角形見えますね。三角形見えますよね。はい。こういう場合はですね、そのシェーディングすると、こういう感じになります。はい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 、こっち側に戻る、はいはいはい、引っ張る力が、引っ張れてますね。はい、あるので、私の場合はですね、こういうところは、T スプラインのいいところを使ってるんですけど、うん、もうゼロにしないでですね、ちょっと離します。こんな感じで、うんうんうん、で離しとくとですね、3番を押すとこういうふうにこっちに抜けてくれます。でもっといいのはですね、もう一個こっちまで入れとくとですね、うん、こういうふうにもう分かんないですね、すごいな、我々はずっと車を作ってたんで、うん、すごいハイライトっていうのにすごいシビアなんですね、うんうんうん、なんでこういうふうにこう綺麗にこう消えてくれる、うーん、 R を消し込むって言うんですけど、 R を消し込む、はい、
とかですね、まあ、こういった時に 三角形はですね、ちょっと急にあのマーチしすぎるってことですね。そうですね。あとこういう三角形でもあの全然あのそのままにしてる時もあるんですけど、そうですね、一番良くない三角形っていうのはですね、こういうとんがった三角形ですね。でどうしてもこれこっち側になんですかね、引く力が強いので、うん、できるんであればこういう短い三角形であればテンションが割と均等にかかるので、うん、長い方にこうテンションが強くかかるので、あの四角形でも一緒ですね。こう短くて長いとこっち方向に、はい、テンションがかかるので、なんか僕合ってるかどうか分かんないですけど、漁師のこう投げる網って割と僕全部同じ綺麗な目だから、広がった時にわーってなるけど、どっかにこう三角形があると、そういうこうキュッとこうなんかこうなんかこう糸を引っ張っちゃうみたいな、分かるかな、分かんないか、うん、なんかこう、こう衣類とかでこうちょっと引っ掛けちゃってキュッと引っ張っちゃったような、うん、なんかこうちょっとテンションがそこだけキュッと寄っちゃってるような、そんな感じを受けるってことですかね。ちょっとあんまりいい例えじゃなかったですね。ちょっと釣れるっていうんですかね。うん。引っ張られる。常ってこう引っ張っちゃったような、ね。釣れる場合がある。ある。はい、なるほど。あの、こういうこう、比率によっては きれいに全然問題なくできると思うんですけど、うん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 、できるだけ、あの、四角形で。とか五角形で、なるとやっぱりこうコントロールがすごいしやすいので、うん、R を消し込むとかですね、そういうところですね。これちょっとボックス表示にしていただいてもよろしいですか。もう遠藤さんのモデル見てていつも思うのは、この幅っていうんですかね、幅、はい、ここがこう、ちょっと今僕モニターに指さしてるんでちょっと分かんないですけど、この幅ですね、こうそう、この幅がねすごくこう均等というか、うん、あと上から下まで造形はこう入り組んでるのに、スパーンスパーンスパーンってこう綺麗に並んでるじゃないですか。これはですね、これポイントなんですけど、ポイント、うん、あのまず横からいきました。こういうピッチですね、うん、ピッチを均等にするっていうのは、うん、テンションのかかり方がみんな均等にかかるので、うん、例えばあのここが短い長い短い長いになると、うんうんうん、長い方があの押す力が強くて、うん、間に挟まれてる短いスパのところにこう寄っちゃうんですね。テンションが。そうすると綺麗な R のができないっていうのがあります。なんでだいたいこうざっくりこう作っていくじゃないですか、うんうんうん、で例えばここのピッチ、まあ、これはほんのにそんなあの影響ないんですけど、うん、例えば一回こう作ってですね、ピッチを揃えたい場合ですね、うん、これダブルクリックしてですね、うん、あの、まあ、何通りかあるんですけど、エッジをスライドとかですね、うん、エッジを挿入ってやるとですね、うん、こういうふうにこうエッジが入れられます、うんうん、で、このこことここの間に入れ直してあげて、うんうん、でこれを、ダブルクリックするとずっとループで選べますので、うん、ダブルクリックして捨てると、そうするとここはピッチがコントロールできます。なるほど、はい、結構使われるテクニック。そうですね、はい、あとはこういう全部こう規則性を崩さないっていうのが一番大きなポイントなんですね。で規則性を崩さないっていうのはですね、例えば、うん、規則性が揃ってるのでこうやって振っていくとですね、うん、こう綺麗に面が通ってるのが分かると思うんですけど、例えばこいつの点が、うん、こうやってずれてたりすると、うん、出っ張ってるのがすぐ分かるんですね。分かりますね。これが横から見てこの線がみんな違う方向を向いてると、うん、これが発見できないんですね。ああ、なるほどね。そういうこう、こういうふうにこう見ていくんですけど、全部規則性を整えておくとですね、揃ってるから見えちゃう、わかる。ちょっと、いびつなところがすぐ発見できるという。なるほど、それはでも大きいポイントですね、こう、きれいにコントロールしていくって考えると。そうですね、こういうふうにこう見ていくと。厳密に言うとこう、
ちょっと例えばこう見ていくと、ここが出っ張ってて、こうちょっとへこんでたり、うん、なってますね。なってますよね。はい、こういうのをこう発見しやすいんですよね。で、こういうところをこう掴んであげてですね、うん、で、こう調整してあげると。どうやってこうエッジだけ掴んだんですか、これですか。エッジだけ掴む方法ですね。うん、あ、じゃあ、ここでちょっといいポイントが。あ、すみません、皆さん、僕が質問しちゃったりだったので、例えばこのエッジだけ掴みたいっていうときは、うん、こう寄ってって、はい、こう、クリックするのめんどくさいじゃないですか。うん、めんどくさいし。あとは、まあショートカット使ってもいいんですけど、うん、めんどくさいんで、うん、こう左から右に選択します。うん、そうすると、オレンジですよね、これ。オレンジです。で、こっちからこう、逆にやると黄色です。うん、黄色ですね。はい。で、これは選択の仕方が結構違くてですね、こっちのオレンジの時はですね、うん、このエリアの中に完全に含まれている、うん、エッジとかフェイスとかですね、じゃないと選択されません。なるほど。で、こういう場合はですね、こうやると、エッジしか完全に含まれてるのはこのエッジだけなんで。なるほど。はい。で、逆に、例えばこの面だけ触りたいっていう時は、はこっちからこうやって選ぶとですね、うん、この黄色いエリアに触れてるオブジェクトが選択できます。で、こっちとこっちと使い分けます。なるほどね。はい。例えばですね、車の場合すごいよく使うんですけど、うんうんうん、こういうシルエットですね。こういうシルエットを変えるときに、ここだけ選びたいんですけど、うん、ここだけ選ぶのめんどくさいじゃないですか。うん、上のエッジの4つってことですよね。で、こういうときはですね、このビューキューブのですね、この直行面でパース投影っていうのをチェックつけとくと、うん、こういうパースの状態から、例えば真横を見たいっていうときは、うん、ビューキューブの右を触ると、これはあのパースがついてない図面ビューになるので、うんうん、で、こう寄ってって、さっきのこうですね、ここだけ触ると、うん、ここしかいない。なんと、はい。それで、こうですね、シルエットをこうやって、例えば、日本語と掴んじゃって、こうやって、うん、こうやって、ちょっと丸めて、期待とかですね、見てないけど、もうどこ掴んでるかはもう分かってるのでそうですね。で、この流れをこうきれいにしてあげると。あ、これいいですね、はい、これちょっとアドバンスな感じ。これ本に出てるんですか。それにあの最初のビデオで多分説明したと思います。なるほど、最初の方なわけですね。選択方法、ね、私が最初のビデオを見てないのがバレましたね今ね。選択の仕方で説明。これでもここは便利ですよね。このコマンドショートカットっていう、これスカルプトのこうなんですか、ものすごいあるんですね、このショートカットね。そうですね。オルト M?、うん、オルト N? これですね。これ。これなんかも下敷きにして持ち歩きたいですね、これね。ねえ。これはノベルティに最高ですね、これね。うん。あの、ビデオで多分説明してると思うんで、うんうんうん、あ、どんなビデオがついてるかっていうとですね、うん、こういう、あれ、これ音出ないんだっけ、これ。こんな感じで。うん。あれ声が出ないね、これ。声も入って、あの。声入って。入って説明してますので。なるほど。ちょっと恥ずかしいみたいですね、動画がね、今ね。どうしてもやっぱりこう、ビデオだけだとわからないので。うんうんうん。家でこうインカムつけて、うん、あの入れましたね。こっそりと。カミカミの時は撮り直して。カミカミの時。全部編集で繋いでますので。N さん、このバイクをもう一回じゃあゼロから一回モデリングし直してみてくださいって、どれぐらいでモデリングできちゃうんですか、これ。バイクですか。はい。一輪バイク。まあ一日あればね。一日あればできちゃう。はい。できちゃいますね。ということは皆さんもできるということですね。
これぜひちょっと皆さん、これせっかくですね、時間が切れる前にやっぱこれは見せてあげていただきたい。これも 3D プリントです。これ2つあるんですね、これね。これすごいですよね。データがダウンロードできますので、あ、皆さんも、はい、でそれを 3D プリントできる、まあ、これ光造形ですけど、うんうんうん、はい、光造形でやるとですね、結構細かいところまでこうできてます。大変、はい、この中がいいですね、抜けてるところがね、はい、これあのサスペンションがこう リジットになっちゃってたので、うんうん、どうしようかなと思ってエアレスタイヤにしてみました。ああ、はい、そういうことなんですね。サスはどこなんだろうと思ったらですね、タイヤに入ってるってことなんですね。はい、これ、フィジョンのここですね。なるほど。あと、ここかな。これかな。はい。これですね。なるほど。すごいですよね。で、スタンドですね。スタンドが。で、スタンドもスカルトに出てくるんですか、これ。スタンド出てない。スタンド、プリントして立たないんで、はい、急遽、スタンドだけ。これどうやって立つんですか。これにこのステップがこう、はい、はまってで立つ、こういう感じ、こういう感じになるんですね。こういう感じで手が見えないか、こうですね。はい、これぜひ皆さんオリジナルのスタンドを作ってみてくださいと、はい、いうエンさんからのチャレンジ問題ですね、これ。さあ、でまだね、エンドさんがよく使うコマンドトップ10を教えてくださいと。コマンドトップ10、スカルプトということでいいんですよね。コマンドトップ10ですか。まずですね、押し出し、これちょっと新しいシーンをぜひ開いていただいて、この押し出しっていうのはこのこっちのですか、スカルプトの中の、スカルプトの中のですね、うん、押し出しですね。まずですね、もうちょっとあったこうかな。100にしとこう。まずですね、押し出しはですね、うん、例えば、この4つですね、こうやって、うん、透過し選びますね、はい、ここから押し出すんですけど、うん、フォームを出してですね、マニピュレーターを出しておいて、うん、ボルトを押しながら矢印をギューッと上に押すとですね、押し出し、これ押し出しですね。これよく使う、よく使います。でこれを例えばですね、こうちょっと捨てちゃいます。捨てる、はい、捨てるとこういうこう、はい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 、はい、これも4辺が同じ長さなの で、ね、こうやって均等にこう、うん、あれがかかってくれますね。でこのエッジからですね、またボルトをしながら、うん、今度ボルトスケール、スケールね、これをめちゃめちゃ使います。押し出しスケールを、押し出しスケールで、また今度スケール押し出し、押し出し、あでまた押し出しとスケール。この押し出しスケールはやっぱ最初、はい、スカルプトの時は ね、ちょっと疑問な、何が起こってるのと。でここにさっきやった、おお、塗りつぶしを、こんなやつをこう使っていただくと、なるほど、はい、で終わるとですね、これソリッドになっていきますね。藤原さんの九州のね、博多のハンコ屋さん。そうですね。今言おうと思ったら、はい、言われちゃいましたけど、父がハンコ屋でして。そうなんですよ。あれみたいですよね。なんとかかんとかのかんとかっていう、歴史の教科書で習ったやつ。ね、黄色のね、あれね。あとはですね、まあ、これで、例えばハンコの基本ボリュームができました。ああ、できました。あとはですね、R のコントロールを、R のコントロール、はい、R のコントロールはですね、うん、ですね、例えば
このくびれですね、くびれずるずるっとあれが今ついているので、うんうん、ここをちょっとちっちゃいあれにしたいっていう場合はですね、ここをちょっとダブルクリックすると20個選べますので、うん、で右クリックしていただくと、このエッジに関係するメニューがこう表示されます。関係するやつしか出てこないですね、はい、で例えばですね、エッジを挿入っていうと、こういうふうにこう、まあ、グリーンで表示されてますけど、うん、この青い、ズームした矢印ですね、青い矢印をこう触ってくると、うん、こっちの軸の方にもこう移動してくるので、はいはいはい、軸の方にこう移動していきます。そうすると、まあ、こういう今一本も入ってないとでっかいこうあれが点数がかかるんですけど、うん、ここにちょっと一本ヘッジを入れてあげてスムース表示にしてみるとですね、キュッとなりましたね。ここはちょっとあれがちっちゃくなります、うん、そんな感じでダブルクリックしてエッジを挿入ですね。これよくこれよく使います。よく R で例えば3とか10とか数値でコントロールしたいとおっしゃる方結構多いですけども、はい、その辺はあまり気にならない。もちろんそのやろうと思えば折り目つけてあとでフィレットとかあるんですけど、そうですね、あんまり感覚なんで感覚ですね、もう、はい、なるほどなるほど。で例えばまあこう見ながら R を動かしたいっていう時はですね、うん、まあこれまっすぐな面なんで、うん、移動しちゃってもいいんですけど、うん、あとは、うん、間違えた、こうですね、エッジをスライドっていうのがあります、うん、そうするとこの面上にエッジをこうスライドできますんで、うん、もうちょっと R をちっちゃくしたい場合はこうやってちっちゃくするとかですね。あとはもう上下方向にこのエッジを動かしちゃうっていう、まあこういった感じでも、そうするとですね、何がいいかっていうとですね、いろんな発見があるんですね。こう適当に動かしてみると、なんか、あ、こういう形の方がいいじゃん、みたいな。ヒントが得られるんですね。作りながら模索してる。そうだね。それがスカルプトの、まあ 3D 全般的に言えるんですけど、うんうんうん、特にこういうスカルプトはそういう、まあ、粘土みたいなものなので、うんうん、はい、決められたものを作るっていうのも 3D の一つだけど、そうですね、 3D の中で発見するっていうのも一つ、はい、ガーンっていっちゃってこういうのもありますし、そうするとこういう形が、うん、生まれたりとかですね、うん、はい、なんでまず押し出しとスケールとエッジのインサートですね、インサートスライド、はい、あとよく使うのはですね、これですね、挿入点ですね、挿入点っていうのは、こうやって点を新しく書いていくような感じですね、うんうん、これ点で使うよりは点と点を結んで線で使う方が多いですか？そうですね、まあ、あとは、まあ、交点に今つけましたけど、うん、まあ、交点につけなくてもですね、こんな感じで例えば、うん、こんな感じで、うん、いっちゃって、うん、例えばここをこう穴をですね捨てちゃってみたいな、うんうんうん、はい、こんな感じですね。そうすると例えばですね、ここ変な風にずれてますよね。そうですね、三角形こういう風に、はいはいはい、でこうずれてる場合はですね、まあ、いろんなやり方があるんですけど、例えばですね、さっきの、挿入点でこことここをつないでこれを捨てちゃうとかですね、四角形になりましたね、はい、とかですね、ここミラクルですね、はい、ここですね、こういうところも
えば、挿入点でこう言って、こっちにつけちゃう。あ、じゃないですね。こっちにもつけちゃって、そこ？これをこう、四角形になりましたね、上はね。捨てるとかですね。で、一じゃね、挿入点。こういって、必ずこういったときは、曲がり角の次ぐらいまで入れとくと、この影響が少ない。本当だ。ここで止めちゃうとですね、あの、影響が出ちゃう。角の R に影響が出ちゃうんですね。あんまこう、そんな出てないですけど。ちょっと引っ張られて、へこんでますね。ちょっとここは、へこんでます、引っ張られてますよね。一つ先まで入れておけと。曲がった次まで。なるほど。変化がなくなるところまで。それは大事ですね。入れると、これ使おう。こんな感じですね。そうすると、はい。なるほど。ちょっとトップ10はね、非常に多いような気がするんですけど。10個やってると終わっちゃうんで、ちょ、これぐらいにして。そうそう、次のこの子について私ちょっと、話を振りたい。皆さんごめんなさいね、これ1時間の企画なんですけど、毎回そうなんですけど、1時間じゃ終わらないっていう。はい、あの。ちょっと時間オーバーしちゃってるんでね。ごめんなさい、ちょっと奥さんに10時に風呂入るからって言っちゃったね、人とかちょっといらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとこれぜひ紹介を。それはですね。このストーリーをちょっと。どっか、最初からいきます出来上がりからいきますここ出来上がりでいいですか？で、ここに至るまでの、ちょっとなぜこれが、これになかったのかとか、ちょっと。大事件。大事件を少しお話しして、しまいにはちょっと持ってこようかなと思いまして。撮っておいたんですけど、これ。これ皆さんのツイッターとかね、普段フェイスブックとかフォローされてる方は、今もう左側にサムネイルで出てますけど、この四輪のなんていうんですかね、ジップ、そうですね。ジップじゃブランド名になっちゃうか。うん。四駆。うん。四角い。四角い。四角いやつですね。四角いやつ。レンダリングなんかはね、公開されてるんですけど。ちょっといろいろありまして、なぜこれが、このスカルプトアドバンストに入っていないのかっていう。やばないね。ちょっとあれですね、オフィスのネットが少し遅いんだと思います。配信もしてますんで。あ、そうか。はい。ちょっとじゃあ先に、これを見せてしまうというのも一つの手かと思いますんで。はい。もう全然カメラに入ってないですね。これすごくないですか、これ。手、これぐらいですよ、大きさ。これ何十時間って言いましたっけ、これ。これもう30時間ぐらい。30時間ぐらい。これめちゃくちゃでかいですよ、これ。このタイヤとかめちゃくちゃディテールが入ってるんですけど。これタイヤ見てもらうとわかるんですけど。すごい。オートデスクフュージョン値入ってる、これ。見えないかな。しかも、読んでもいいですか、スカプトアドバンスチャプター7って入ってますよ。この本実はチャプター6までしかないんじゃないですか、これ。そうですね。あ、セブンが微妙にありますね。レンダリングでしたね。レンダリングになっちゃう。本来はこれがチャプター7だった。そうなんです。完全にフュージョンが今、真っ白欠形になって、皆さんの画面も真っ白欠形になってると思いますけど。ごめんなさいね、ちょっとオフィスのね、ゲスト用の欄なので、ちょっと Wi-Fi なんで。遅いプラス、配信もしてますんで。まあ、そのうち開くと思いますけど。これは、ちょっとどういうストーリーがあって、これは掲載が見送られたんでございましょうか。これはですね、この原稿書くのに、一個一個スクリーンショット撮ってるの大変なんで、はい、実はビデオで全部、画面をキャプチャーしてます。で、まあ、バイクが予想以上にページが、はい、挟んじゃったっていうのもあるんですけど、はい、この本当は車まで行きたかったんですね、うん、なんですけど、そのビデオ撮りしてたハードディスクがですねけつまずいてなんとディスクに傷が入って壊れてしまいました。で、
フュージョンだからデータは残ってるけど、そうなんですね。動画を撮った動画はローカルにあったから、けつまずいた時に、なくなっちゃった。ディスクがお亡くなりになっちゃった。ってしまいました。これは衝撃の事実ですね。はい、私は実はもう2ヶ月ぐらい前に知ってはいたんですけど。なんでちゃんとここにチャプター7って入ってるんですか。本当ですね。残念ながら、でもこれを書くと多分600ページぐらいになっちゃってたんで、ね。どっちにしろもこうちょっと無理かなっていう。なるほど。なんでこれはちょっと続編ということで。続編が。何か、いい機会がありましたら。ぜひ作りたいですね。作りたいですね。で、これ、すごい作り方はですね、うん、簡単に作ってます。簡単に作ってる？はい。すごく簡単に作ってます。で、一番最初の始まりのもの、ここにサムネイルが出てますけど、まあ、最初はこんな感じですね。こんな感じで、さっきの、スケールと押し出しのテクニックを使いながら、うん、こういう基本の四角ですね、うん、だけ作ってます。うん。もうプロポーション決まってますもんね。そうですね。あ、ここだけちょっとやる？あ、このタイヤの。ちょっと本日がチャプター7ということで。さすが、このライブならではですね、これね。あ、ちょうどいいのが出てきたね。ちょうどいいのが出ました。うん。こう見ていただくと、うん、エッジが今こう変な風に寄ってますよね。寄ってますね。でこれはですね、エッジを出し入れしてるとですね、うんうんうん、こういう変な寄り方します、はい、これ必ず直さないといけないんですけど、うん、で直す方法はですね、例えば、ブロック表示の時にはここにエッジがいますね、うん、きれいにちゃんと出る、で、きれいにピッチは整ってるのに、うん、スムースにすると、うん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 、こんな偏っちゃってると、こういうパターンがよくあります。はい、で、ここはですね、このエッジの、寄ってるのを修正しないといけないんですけど、うん、ユーティリティの中に均一化っていうのがあるんですね。で、この均一化っていうのを選んで、オブジェクトを触ってですね、OK すると、この辺ちょっとよく見ておいてください。OK するとですね、治ってますね。テンションを均一に戻してくれます。これめっちゃ大事じゃないですか、はい、これ、これを知らないと、こういう結構複雑なものは作れませんね。こんなところに隠れてたけど、こんな感じですね。死んでたら時間は大丈夫です。ちょっと見逃せないんだよね。そうですよね。はい。いや、これでも大事ですね。はい。あとはですね、さっきの押し出しと、スケールを使うとですね、うん、例えばタイヤのホイールアーチを作ってみますね。うん、こうですね、はい。このホイールアーチがかっこいいな、これね。こんな感じで、まあ、これだとあれなんで、例えばですね、さっきの、挿入点ですね。挿入点で、どんな感じでいくか。まあ、ここからいくか。こっからですね、さっきの押し出しでですね、ボルトを押しながら、うん、これ、マニピュレーターのセンターがここにいますよね。はい、います。これでこういうふうにやっちゃうと、こんな変な形になっちゃうんで、はいはいはい、一番わかりやすいのはですね、うん、一回、こっち方向に、横方向だけ、スケールかけてあげます、うん。で、このマニピュレーターをですね、うん、この基準の下の位置にくっつけます。うん、どうやってくっつけますか？これはですね、ここ。どこだ？こっちにいるんだっけ？ここにいるので、ピポット設定を一回押します。押します。押すとですね、こう、スナップ
するので、うん、ターゲットにスナップして1回クリックします、うん、クリックしたらですねこの完了チェックを一回します、うん、そうするとこのマニピュレーターの表示がこう出てくるので、うんうんうん、でこの状態で、Z 方向ですねこの場合 Z 方向だけをこうやってスケールかけてあげるとおこういうふうにきますね。これは綺麗に、うん、で今ちょっと右側にずれてるので、うん、このまま移動でこうちょっとこうお、はい、します。でまず平面上でこういう形にしといて、このままピッと押し出してあげると、こんな感じで。あっという間ですね。スムーズにするとどうなるんですか？スムーズにすると、こんな感じですね。で、今ここ三角形になってるので、なってますね、この辺を最初に、スケールかける前にですね、整えてあげると、これ前は今整えてあるので、うん、こう全部交点が四角形でこう、綺麗に整ってますよね。で、こっち側ここに三角形こう残ってるので、うん、こういうところを整えておいてあげて、いくとですね、一挙にいけますので。こんな感じで。先にこう出しちゃってもいいですけどね。先にこう。先に出しちゃう。先に押し出しといて、うん、で、横につけて、ピポッとやって、ここにつけて、こうして、こいつを下げてあげると。おー。ちょっとこじずれてるので、この感じになっちゃう。こんな感じですね。ああ、わかりやすいかもしれないですね。で、3番を押すと、こういう感じになるので、あとはこう、出しろですね。こう、ちょっと整えてあげて、うん、もうちょっと大きいなと思う。横から見てですね。うん、ちょっと。ここが小さかったのもっと大きいなって時はですね、一回いつもやるときは長めに押し出しちゃいます、うん、長めに押し出しといて、うん、ですねエッジのダブルクリックしてエッジを挿入でですね、うん、こういい幅に調整してあげて、うんうん、スケールでコントロールすると結構難しいですね。そうですよね。こうまあ、手も疲れるし、一回伸ばしといて、うん、こういう段階で、横から見た位置で決めて、捨てちゃいます。うんうん、おー、そういうことですか。わざと大きく作っといて、うん、程よいの後で決めて、スパンと。で、横から見て、決めたらですね、うん、今度は、この出城ですね、うん、出城を決めてあげれば、まあ、このぐらいと、うんうんうん、はい、で、これを入れてもう一回ですねエッジを挿入でですねこの辺に1本入れとくとこれは今ここの R ですね、あれをコントロールにしました、うん、エッジがこれ寄りましたね、うんうんうん、ユーティリティの均一化で戻してあげます。おー、戻りましたね。そうするとここの R が今均等に かかりました、ね、めっちゃ大事ですね、はい、で最後にだいたいここにこうちっちゃい面がいるんですけども、これもこんな感じで、さっきと同じように、同じワークフローでこういきますね。で、長めに作っといて、作っといての、こうちょっとまっすぐしといてあげて、こうして、違う。OK です。こうして
エッジを挿入で、この幅を決めてあげて、捨てると。捨てると。はぁ。ここですね。ここを折り目。はぁ。にすると、こんな感じ。おぉ。これ、エッジちょっと寄ってるかな。結構使うんですね。うん。寄ってないか。こんな感じですね。あと整えていってる。あとはもう整えて、ちょっとこれあれ。あ、例の、忘れるとこでした。こういう、これ、タイヤって微妙にこう、テンションのかかり方が違うので、うん、一番理想的なのは、このピッチですね。うんうんうん、ピッチが、まあ、均等に。うん、なってるのと、この向かってる方向がタイヤの中心にこう、あ、なるほどね、向かってるとすごくいいですね。確かに。あ、これもソリッドになっちゃってますけど、うんうんうん、この辺の見ていくと結構細かく分かれてると思うんですけど、この辺とかですね、うん、こんな手順で、へえ。でボディを簡単に作っといて、うん、こう四角い。はい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 。あとはですね、早い段階でソリッドに変換して、うん、こういうディテールですね。ディテールは全部ソリッドで、例えばこういうスロットですね。スロットを使ったりとかですね、うんうん、ブーリンで円柱をこうマイナスしてフィレットをかけてあげたり、これなんていうんですかね、このスプリングみたいな。コイルかな。ウインチもなんかこのコイルを使ってちょっとウインチ風な、うん、あ、ついてますね、はい、キリンとされてますね。ちゃんとを使ったりですかね。はあ、これがコメントが来てますよ、うん、チャプター7残念って書いてあるんですが、残念ですね残念ですねこれ、あ、本当にちょっと青くなりましたね、これだから。そうですよね、はい、お母さん笑ってましたけどね。同僚の方ですけど、ね。リカバリーに持ってったらですね、うん、治るかどうか分かんないですけど、10万円かかりますって言われて、ためらっちゃいました。そうですね。これは2日ぐらいですか、モデリングは。これね、もうちょっとやってたかな。モデリングっていうか、これデザイン、ね、しながらやってるんで、うん、一番最初は本当に簡単なスケッチ、サイドビューのシルエットしかないので、うん、はい、かっこいい、ね、ちょっとね長いんですよ、コイルベースが、うん、本当は通常もっと短くてコンパクトの方が機動性がいいんですけど、でも幅っぽくてかっこいいですよね。ちょっと長ダックスフンドっぽい感じの。ダックスフンドですか。長くてこう四角いのが欲しいなと。うん、いや、かっこいいですね、はい。なるほど。これですね。はい、じゃあね、予定よりも相当オーバーしてますけれども。何時ですか、ね、今10時半前ぐらいですね。30分オーバーですね。多分画面の向こうの皆様は喜んでくれてると、うん、勝手に解釈してますけれども。はい、はい、じゃあ、まあ、一応1時間半になりましたけど、そろそろですね、お時間となりましたので、うん、まあ、ちょっと本当ね、お話ずっと続けたいところではあるんですけれども、最後ね、こちらに、書籍が2冊ありますので、今ぜひですね、このペンでサインをいただいてですね、はい、今日の、スカルプトに、実際に、まあ、見られた方ですね、ぜひちょっとプレゼントさせていただきたいと思いますので、ご登録いただいた、時のですね、メールアドレス、になると思いますけれども、ちょっとご連絡をさせていただいて、まあ、お名前、お住所とかね、いただく形で、この遠藤さんがですね、サインをした、書籍をですね、まあ、皆さん持ってるかもしれないですけれども、その時はご自分で買われたやつは、周りの、見たいという方にちょっとお譲りいただくなりしていただいてですね、ぜひ今日ちょっとサインもらいましたので、このサイン入り書籍をご覧いただいた方にプレゼントということにさせていただきたいと思います。
はい。じゃあ、ちょっと長い間、となりましたけれども、ぜひですね、皆さん、これ、まあ、今日のですね、皆さんのテクニックをですね、改めてちょっとご活用いただいて、今後、フュージョンをですね、また楽しんでいただけたらと思います。これいいですね。はい。じゃあ、ヨネさん、なんか最後に一言ありますか？そうですね。スカルプトすごく楽しいので、で、この本の題材はですね、自分が欲しいものを今回は作ってみました。なんで、本の付録にですね、この、自分が欲しいガレージハウスをですね、全部 3D で作ってですね、これらの車とかバイクがですね、このガレージに収まってる画像が入ってますので、そういったこうリフォームとかですね、夢のマイフォームをデーザーで作ってシミュレーションをしながらお金を貯めるとかですね、まあ、そういった生活に直結したですね、はい、使い方をしてもらえると豊かな生活が、はい、ですね、できると思いますので、ぜひなんですかね、こう実生活に豊かにするために、はい、フュージョンを使っていただけると、フュージョンを活用していただけると、はい、と思います。はい、皆さん頑張ってください。はい、じゃあ本当に本日長い間、ありがとうございました。ありがとうございました。さんでした。はい、ありがとうございます。それではですね、皆様、ありがとうございましたということで、今日はこの辺で、はい、また良い週末を。良い週末を。お疲れ様です。よいしょ。